Listen 有料エピソード配信支援プロジェクトということで、投げ銭チャンネルでは、Listen というプラットフォームを利用した有料エピソード配信支援のプロジェクトを始めました。このエピソードを聞く前に、指導有料エピソード配信支援プロジェクトというエピソードをぜひ先に聞いてください。そちらを踏まえて、このプロジェクトその1、投げ銭、その2、金点、これらを聞いていただければと思います。まずは、このエピソードは投げ銭について説明します。投げ銭は、人のためならずプロジェクト。その名も投げ銭。これにつきましては、この配信はプラットフォームリスンから配信してるんですけれども、そこにすべて説明欄、概要欄にリンクが貼ってあります。そちらを参照の上聞いていただければと思います。音声は最後まで無料プレビューで聞くことができます。投げ銭は人のためならずということで、図が貼ってあります。ビジュアルですね。基本的に投げ銭の仕組みについて、これはもう一つのプロジェクトである金は天下の回り物プロジェクトとも共通する内容なんですが、説明したいと思います。ぜひ、リスンにアクセスしていただいて、このエピソードの説明欄、概要欄をご覧になって聞いてください。見ていただきますと、右側に一粒万倍、まあ、この番組のことを指してるんですが、タイトルは投げ銭となってます。で、55円のクーポンをエピソードとして配信をします。で、他にも価格メニューはいくつか用意します。一番少ない金額がこの55円になります。投げ銭専門チャンネル、投げ銭一粒万倍日というサブタイトルついてますが、そちらで69円の価格をつけた55円のクーポンを配信します。これを投げ銭で69円で購入していただくと、この投げ銭専門チャンネル一粒万倍日、つまり私のところには55円が振り込まれる形になります。そして69円の 20% 2割14円はリスン、プラットフォームに手数料として振り込まれる形になります。で、この振り込まれた55円、つまりこの一粒万倍日、投げ銭の55円のクーポンエピソードを購入いただいた方の配信する55円の価格をつけていただきたいんですが、55円の価格をつけたエピソードをこの55円で私が購入するという形になります。そうすると、リスンにはプラットフォームには2割の11円。そして、このクーポンを購入し、そして55円の投げ銭エピソードを自分の番組で配信された方のところには44円がストライプから振り込まれる形になります。これが一つのサイクルになるわけです。つまり69円で55円のクーポンを購入いただくと、そのクーポンで私があなたの配信した55円の投げ銭エピソードを購入する形になります。そうすると、あなたの手元には44円が振り込まれる。差し引き25円のマイナスになりますが、
この69円クーポン購入に使用し、それが戻ってくるわけですね。44円。そうすると25円マイナスになるんですが、この25円は私のところには1円も来ません。すべてリッスンというプラットフォームに入る形になります。結局何が起きるかというと、私のところには1円も残らないんです。残るのはあなたが配信した55円のエピソードを有料で購入することができて、それが私の手元に残る。そしてあなたの手元には55円のクーポン、エピソードが残るという形になります。それを69円で購入し、で、私はあなたの55円のエピソードを55円で購入すると44円が戻ると。こういう形になってるわけですね。まあこうすることで、まあ日頃お世話になっているリッスンというプラットフォームに25円。これは最初にあなたが69円で購入したところから25円が結局リッスンに入るという形になるわけですね。69円の 20% を引いた80% の55円から、さらにそこから 20% がまたリッスンに行くという形になるわけです。で、ここで、まあ要するにリッスンに直接25円振り込んでもいいわけですが、ただ、このことが生み出すのは、この、私が配信した55円のクーポンエピソード。そしてあなたが配信した55円の投げ銭エピソード、この2つのコンテンツがそれぞれの手元に残るわけですね。まあこういう形になるわけです。で、仮にこの55、あなたが配信した投げ銭エピソード、私以外に購入者が1人でも現れれば、そこであなたの手元にはさらに44円が入るわけですね。そうすると都合88円になって、差し引き19円のプラスになると。仮にもう一人購入者が出るとさらに44円がプラスされるという形になるわけですね。これがまあ有料エピソード配信の仕組みということになるわけです。まあ言葉だけでどこまで伝わるかわかりませんが、こういう仕組みになっているということですね。で、このプロジェクトは投げ銭プロジェクトと、もう一つは金転プロジェクトというのがありますが、この違いですけれども、投げ銭プロジェクトはエピソードにさほど中身がなくても投げ銭ですので構わないという形ですね。対価ではないと。もうチャリン投げ銭だと、お賽銭みたいなもんだという考え方ですね。なので、まあ気軽に中身にこだわらずに有料配信をまずもう実験的にやってみると、まあ25円リッスンにね、チャリーンするつもりで利用していただくといいのではないかなというふうに思います。もちろんそれぞれのエピソードにそれなりのコンテンツの中身があっても全然構わない。得をしたと思うかもしれない、損をしたと思うかもしれない、でもこれは投げ銭ですので、もう投げたら終わりということになります。とにかくリッスンの手元には中身がどうあれ25円をチャリーン投げ銭した形になるということですね。69円を使っていただいて、44円はいずれ手元に戻ってくるので、うち25円はリッスンにチャリーンといくと。で、これをそのまんまリッスンに直接25円投げ銭してもコンテンツが生まれないんですね。で、このサイクルを作ることで、実はリッスンにはプラットフォームを維持する、まあ資金がわずかとはいえ入り、そして私とあなたの手元にはそれぞれのエピソード、コンテンツが残るという形になるわけですね。まあこんな実験をやってみたいということです。
これが投げ銭システム。どこまで伝わったかわかりませんが、ぜひ、まあ、お遊びのつもりでもいいですけれども、一度有料配信使ってみたいということで、55円のエピソードも中身あってもなくてもいいので、とにかくそれを作っていただいて、69円で55円クーポンを買っていただくと漏れなく、44円キャッシュバックされるという形になるわけですね。で、25円はリスンに振り込まれると。こういう実験が、これが投げ銭システムになります。投げ銭プロジェクトです。金天プロジェクト、金は天下の回り物プロジェクトは、これはコンテンツに対する対価という考え方で基本やってみようということで、これはまたこの金天のエピソードの方でぜひ聞いてみてください。で、この金天エピソードについては途中まで無料プレビューで聞ける形にして、さらに最後まで音声聞こうと思ったら一応少しチャリーンをいただこうかなというふうに考えておりますので、当初最初のエピソードで、指導有料エピソード配信支援プロジェクトではどちらも最後まで音声は無料で聞けますとアナウンスしてしまったんですが、金点については少し最後の方はせっかくですので有料配信にさせていただこうかなと、途中までしか無料プレビュー聞けない形にさせていただこうかなというふうに思っています。ということで、有料エピソード配信支援プロジェクト、車通りましたが、投げ銭プロジェクトの方がまずやりやすいかなと思いますので、55円でちょっと始めていただきたい。なぜ55円かというと、縁起のいい数字だということで、この投げ銭という番組でも最低価格を55円にさせていただいているということです。で、ついでに言うと、金天プロジェクトの方は50円。リッスンで配信できる有料エピソードの最低価格から出発して、いくつかの価格設定のエピソードを配信しようと、クーポンを、配信しようというふうに思っています。ということで、まあ一つのリッスンというプラットフォームを使った有料エピソード配信の社会実験みたいなところもあるんですけれども、ぜひ、ね、気軽にご参加いただければな、というふうに思っています。ということで、投げ銭、チャリン、やってみませんか？投げ銭は、人のためならずプロジェクトの説明と紹介でした。合わせて、金天の方もお聞きください。ではまた。